いつもロベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2022年式のメルセデスベンツ EQB350 のフォーマチックになります。はい、今一瞬EQB350D とかって言おうとしたんですけどねそんなはずはない、電気自動車でございます。はい、でイゴルさんは、はい、まあ、普段メカニックとして、はい、あのうちのファクトリーセンターの方にいるんですけど、はい、あまり電気自動車は扱ってないですか？そうですね、うちは、はい、まあ、あの転勤時期っていうので、はい、テスラがたまに入ってくるぐらいで、はい、え、テスラのメンテナンスもできるの？はありますね、はい、できます。なるほど、はい、全部できちゃうの普通に？基本的に、まあ、あの項目はちょっと減るんですけど、うん、はい、基本的に車検を通すとか12点とかのものはできます。12点もできるんだ。はい、できます。まあ、はい、エンジンがないからね。そうですね。あ、はい、でもさすがにディーラーさんに持ってかなきゃいけないケースっていうのもやっぱり電気自動車だと多い。でも意外とあのオンラインでつながって、うん、でアップデートしたりとかそういうのも全部うちでできるんですよ。お、はい、そうなんで、はい、そういうところも一応できます。それはなんか強いですね。はい、強い味方。はい、で今回メルセデスの電気自動車なんですけど、これは乗ったことありますか？はい、これはないです。初めて見ます。楽しみですね。はい、はい、まあ、一応まあボディは GLB ですよね。はいはい、GLB をベースにまあ電源車になったモデルで一応350になっています。はい、でまあ電気自動車なんでもうグリル関係なんかもねちょっとまあそうですね、もう普通のガソリンエンジンとはちょっと違いますよね。穴がないですよ ね穴もないし冷やす必要がないから。そうで、あと鍵、鍵はあの普通のガソリンと変わらないような鍵になってますよね。はい、こういった仕様になってます。はい、でこちらスペックに関してはですね、フロントモーター最大出力が194馬力、そして、フロントモーターの最大トルクが、370ニュートンという形になっています。そしてリアの最大出力ですね、馬力の方が98馬力で、リアのトルクに関しては150ニュートンという形になっています。もちろん四駆になっておりまして、車両重量が2160キロと、まあ、GLB ベースのボディにしてはちょっとね電気自動車なので重めなサイズになっています。そしてですね、新車価格こちら当時オプションなしで870万円になっていて、現在オプションが約100万円ちょっとですかね、ついてのロッペライオ価格は938万円。はい、はい、なんで新車で新車価格プラスオプションとか入れたりすると何だかんだ言って1000万円超えてくるんですけども、はい、まあ、走行距離がまだ1000キロも走ってないモデルで、なおかつ、まあ、当然保証継承もできてて、まだ1年も経ってない車で、まあ、938っていうのはプライス設定としては結構頑張った、はいはい、設定にさせていただいておりますので、ぜひご検討ください。はい、ね、今昨今プレミアつきますけど そうですね、これはちょっと弊社としても早めに回転させたいなということで、はい、ちょっと価格頑張って安くしています。はいはい、じゃあちょっといつも通りですね見ていきたいと思うんですけど、はい、まあ、鍵ですね、鍵は一応こういう鍵になっておりまして、はい、まあ、電気自動車であってもまあ普通のガソリン車と変わらないですよ ね。でロックアンロックやります。はい、ロックかけるとピッ、うん、まあ、普通ですね、普通、まあ、普通ですね。はい、でアンロックという感じですね。はい、あとここにねセンサー系が入ってて、ね、縦に線も入ってますけどね、だから飛び石とかでバチンとか当たった時にガラスがパリーっていかないかとかね、そうですね、そういうの心配になるけどね、強化ガラスになってるんでしょうね。はいはいはい、うん、そしてまあもちろんグリルは真っ黒になっていて、ここがさこうつながるじゃん。そうですよ ね、ここもここも光るライトになってますもん ね形になると思うんで、今日の並走シーンないしはライトチェックでちょっと確認できればなというふうに思います。あとは風はここからあ抜けるようにちゃんとなってますね。はい、なっててね、フロントのタイヤ周りの方に足回りに入っていくという形ですかね。はい、このデザインどうですか、イゴルさん。まあでもやっぱ電気自動車らしいそのなんだろう、シンプルかつ近未来感はやっぱちょっと出てるのかなっていうのは感じますね。でも電気自動車になっても整備をするっていう需要は別に変わらないわけよね。はい、変わらん、ブレーキパッドは変えなきゃいけない、足回りとかは変わらないですけど、やっぱエンジンっていう面では結構変わるかもしれないです。あ、なるほど、一気に触れるところが少なくなっちゃう、少なくなっちゃうってことだよね。はい、なるほどね。じゃあちょっとエンジンルームね開けるとこう、うわースカスカだねこれ、なんか本当機械って感じだね。いや本当そうですよね、あんまここまでしっかり見れるのってあんまないですよね。テスラとかも結局フロントは、うん、あの荷物を入れる、あそうだよ、ね、荷物を入れるってなるんで、もともとエンジンルームであったところをそのまま電気にするっていうのは、うん、まあ僕は初めて見ましたね。へえ、はい、これでも早いんだよ電気自動車。そうですよね。
無音で走ってから速さを感じるんだけど、はい、どうも僕は正直なところ運転はつまんない。ああなるほど。眠くなる、はい、あまりにもこう乗り心地もよくて静かで。ね、でバッテリーね、こうメインバッテリーここにあって、ね、まあこのオレンジのホースがいわゆるもう電気が走ってるわけだね。そうです、高圧の電気圧ってことですね。だからもう触っちゃダメよっていうね、うん、ことなんだと思います。すごい水がいっぱいあちこち行ってるのが分かります。この水のホースが大量にあるので、まあ、一応モーターなんで熱持つんで一生懸命冷やしてるっていうのはそんな感じがします。いや、あのここのこういうホースとかは触れる、はい、あ、大丈夫です。ここは全然触って大丈夫です。電気高圧、あ、通ってないです、通ってないです、大丈夫です。あ、でも電気のところは触れないんでしょう。あのオレンジのところは触らない方がいいです。うん、さすがに一級整備士持ってても、さすがにそこは、あ、僕は低電圧 の、 あの資格持ってるんで触れます。触れる、はい、やる。あのメインのスイッチがあるんですよ、うん、あのバッテリーってすごい高圧なんですけど、うん、そのバッテリーのメインをオフしちゃうスイッチが別であるんですよ、電気自動車って。おお、まあ、プリウスとかもそうなんですけど、はい、それをオフにすればこういうとこが触れるようになるとか、あと絶縁工具っていう特別な工具があって、うん、それを使って作業する、電気が通らない工具とかを使って点検します。できるんだね。はい、一応資格はあります。すごいね。さすが。はい。整備士とは別の資格がいるってこと。そうですね。整備士を持ってる上でさらにその低電圧を触れるっていう、そうあるんで。なるほど。はい、なんかよりいい男に見えてきた。はい、なるほどね。あとは意外と、はい、こういうオーシャーとかこれもチェックしなきゃいけないんで、うんうん、多分普段乗られてても。あの普段の点検、日常点検では必要です、ね、はいはい、このメインのそのスイッチってどの辺に入ってるの。これあと車によりけりですね。 あのトランクの下の方だったりとか、はい、まあ、まあ大体多分薄の方が多いんですけど。そうなんだ。ではでは続いてはサイドを見てみましょう。はい、はい、でサイド見るとこれもうまんま GLB だよね、はい、まあ、そうですね、それはそうなんですけど形はで前回前回くらいに、はい、電気自動車で言ったら EQAはいはいはい、をやってるんですけど、もうホイール一緒ですよこれ。あ、そうなんですね。うん、なんかサイズはちょっと違うのかもしれないんですけど、はいはいはい、基本デザイン一緒っすよ。すごい洗いにくそうですけどね。これは洗いにくいね。洗うのは大変ですね。ね。なかなか。で、サイズは？サイズが、2345の、20インチ。あ、じゃあ前後一緒なんだね。はい、20インチ。まあ、このデザインもね、まあ、かっこいいっちゃかっこいいんですけど。うん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 、そしてここね、大きくあるのがここがまあ急速充電ですね。はい。うん、これ急速充電チャでもできますと。はいはい、ね、今新しい企画だとヨーロッパの方だとこの急速充電と 200V 同じ、ね、一緒なんですよね。そうそうそう、はいはいはい、できるようになってるっていう。でこっちが、あ、こっちはこうかね、ここで充電をするという感じになります、うん、はい、うちのショールームもやっぱもう電気自動車対策はしてて、はい、ちゃんと 200V のね、はい、コンセントを引いてやってるようにするんで、だから今までね埼玉店にはそういうのがなかったからね、あ、電気自動車は基本的に埼玉市に置いてなかったんですけど今は置けるようになりました、ね、はいはいはい、ということです。あとちょっと内装も見てみましょう。はい、内装はまあブラックのレザーになってるんですけど、一応これはオプションのシートになってますね。まあでも距離がね全然走ってないので、やっぱ車の状態としてはやっぱ綺麗ですよ。じゃあオプションは AMG ラインパッケージ 598,000円、 AMG レザーエクスクルーシブパッケージが20万ポンで 2,000円という形でちょっと噛んじゃいました。じゃあゆるさん、はい、かっこよく乗ってもらっていいですか。なんか電気も似合うんじゃないの。いえいえ、はい、失礼します、はい、あ、なんかモデルみたいだね。なんかさっきの話聞いてからなんかまた変わったよ見方は。シートポジション合わせてもらって、そう、これ触れるだけでいけるやつじゃなくて、うん、これは、あ、これは違うんだ。触れるだけのタイプもあるんです ね、 S クラスなんかそうよ、まあ、でそのままじゃあエンジンと言いそうになるんですけども、うん、電源入れてもらっていいですか。はい、じゃあ エンジンかけますよ。いいかな。うん、はい、レディー、まあ無音ですよ ね、 すね。それはしょうがないですね。今動かそうと思ったらここは電動じゃないですか、うん、そうだね、まあ、GLB ベースだから B もそうなんじゃないの普通の。あ、なるほど、そこはもう B ベースで、うん、そうだね、なるほど、はいはい、こんな感じ、はい、じゃその状態で今度後ろを見てみましょう。後ろこうなってます。はい、まあスペースはね2列目までは別に問題ないと思うんですよ。これなんて言ったってね、うんうんうん、あ、やっぱ新しいシート硬いな。
シート硬いね、結構。あとやっぱシートヒーターがこれついてないと寒い。あ、そうですね。レザー寒いね。レザーは寒いですね、この時期。ああ、今ブルって震えそうになってた。で、ここですよ。まずはこれでピュッとシートを倒して、あ、クルリンパとはいかないんだね。あれは トヨタさんのね、こう。で、ここから塗り降りをして、3列目、はい、今ラゲッジがありますけどね、3列目に入るんですが、まあ、これあの、まあ、新しい車なので、ちょっと乗るのは控えますけど、はいはい、大人が乗るのは厳しいです。そうですよね。お子さんが乗った方がいいかなというようなスペースです。まあ、でも7人ね、乗れるんだったらいいよね。まあ、緊急で乗れるっていうのは。そうそうそう。はいはい、で、クロージングサポートは、切れてない、ね、ついてないですね。そうですね、はい、ついてないですということです。じゃあ続いて後ろを見てみましょう。はい、はい、でこちら後ろですね、はい、やっぱテールは電気はつながる、各社そうよね。最近もう流行りですよね、ここつながるのは、ね、うんうん、ちょっとなんかアイマスクみたいな感じはするけどで、マフラーはまあないないよ ないですよね。寂しいね。ダミーもないですもんね。ダミーあったらでも面白いね、でもね。ちょっと恥ずかしい。ちょっと我慢できなくて、マフラーはダミーでつけちゃいましたみたいな。そうですね、確かに。でも、ディーゼルとかは結構ダミーのマフラーついてる車多いからね。はい、そうそう、はい。で、トランク開けます。そうすると、はい、ここです。あはね、やっぱちょっと3列目があると狭い感じあるんで、ね、一応シート入れてると、シートまた開けてると、はい、ここはまあ110リッター。はい、で、こっち側よね。このシート倒します。はい。うん、倒すと、まあ、ここで465リッター。はい、で、3列目もさらに倒すと、まあ、1000リッター以上のトランクスペースになるんですけど、まあ、現実的に使うのはここでしょうね。そうですね。ね、そして、ま、こっち側、ね、ちゃんとここにね、スペース確保されてて、うん、両方確保されてるので、はい、まあ、荷物もね。そうですね。このサイズ。ちょっと長いものぐらいであれば。はい、乗れるかなと。おぉ、これは全部取れるんだ。この下にバッテリーが入ってるんでしょ。そうですね、はい、ね、ここさらに奥行きあるんで、で締めるときは足で締めるよ。あ、ついてるんですね。ちょっと早いね。確かに。この自体も可愛らしいですよね。ね、なんか電気自動車だから、ちょっと新しいね、フォントも変わって、はい、でここも開くの、ここ開くんですか。開かないです。開かない、開きません、ね、はい、はい、ではライトチェックいきます。はい、パーキングの状態、はい、ではスモール入れると真ん中もつくんですね、かっこいい。はい、でロー優しくつくね。でハイビーム、あーいいね、パッとつくね、パッ、うん、はい、ウィンカー、あースモールのところがそのまま、はい反対、はいハザード、はいオッケー。で電気自動車ではやっぱりホーンは優しくできないといけませんね。では優しいホーンで、あーもうちょっと優しく、あーこの歩行者ね、こうやって道通ってる時にさ、電気自動車だと気づかないじゃない、気づかない時に歩行者にちょっとクラクション鳴らす感じのやつね。あー大丈夫大丈夫、うんうん、そうそう、これがいきなりさ、もうバスみたいにバーンってくるとさ、そうですね、心臓に悪いよってなっちゃうね。びっくりします、確かに、はい、ということです。では続いて後ろご紹介します。はい、ではブレーキ、あー外側がね、はい、つきます。はい、でライトオン、あーいいね、つながるんですね、上は光ってないんだね。はい、ブレーキ、はい、ウィンカー、はい、外側がね点灯します。はい反対、はいハザード、はいシーケンシャルにはなりませんと。はい、バックすると3ポインテッドスターからくるっと出てくるわけですね。はい、リアフォグ、あーはいはい、右側だけですね。でリアフォグブレーキ、はい、わかりました、 OK です。はい、ではこれから試乗いきますけど、はい、ポルさんはメルセデスの電気車は初ということで。初めですね、はい、テスラだけなんで乗ったことある。なるほど、はい、テスラは何乗ったの。どちらもあります、モデル S とモデル X はあります。はい、はい、早かった。早いです。そうね、やっぱ、うん、まあ、これもまあそこそこ早いとは思うんですが、はい、あのまあ距離が少ないの で、 そうです、ね、ちょっと慣らし運転を終えるまではちょっと、ね、はい、抑えつつ、はい、それでもなんか、ね、商品の魅力が伝わるようにレビューできればなというふうに思います。はい、では行ってまいります、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではでは出発しましょうか。うわあ、なんかシート寒いな。じゃあライトオートにしちゃいますね。はい、オートにしてこれはもういいです。はい、すごいね、やっぱ寒いからシートヒーターを入れましょうか。シート横を、あ、そっかそっか、ここか。もう、そうですね、もう慣れていかないとね。寂しいですよね、うん、やっぱね。だってメカニックの人はみんなやっぱガソリンエンジンが好きなんじゃないの。まあみんなってことはないかもしれないけど。まあそうですね、まあ、僕意外と結構最新ものも好きで、あ、そう、こういう EV もちょっと気になったりはするんですよね。へえ。ではでは、まずバックしますね。はい、ん、バックギアに入んない、どうして。まあレディじゃないんですかね、多分。あ、うん、そういうことか。わかんないですよね。うん、まあモニター小さいけど綺麗だね、画質ね。綺麗ですね、はい。この辺から聞こえるの、スピーカーから出てるっていうよりも、うん、ハンドルの下あたりからこの別の音が聞こえる。で、ギアを変えてと、スーッと行く感じだね。静かですね。うわー、タイヤちょっと硬いね。GLB ってガソリン車は最初結構プレミアついたからね。ああ、そうですね、うん、かなりついたよ。でも電気は、うわ、すごい止まる。そう、電気はね、はい、そんなプレミアつかないんですよ。うん、でも気になるところ1ね、はい、パドルがついてるのおかしいと思わない？お、確かにパドルついてますね。パドルついてでしょ。へー、このパドルで、この今これ今ブレーキ踏んでないんだけど、はいはいはい、この回生ブレーキの調整ができるの。へー、このマニュアルみたいな感覚味わえるんですね。そう、一応。あ、マニュアルじゃない、これもう回生ブレーキの調整だけだから。あ、だけですね。そうそうそう、じゃあなんかちょっとこう伸びてまた変わるみたいな感覚。そうそうそう、まあ、ちょっとまた違う。へー、はい、メルセデス。あ、 MBX ついてないんだ。ないんですね。電気だったらつけてほしいね。そうですよね、やっぱ最新のものいっぱいつけてるイメージありますもんね。電気、これは充電できる、あれ置くだけ充電。あー、これマークあるから見ましょうか。ちょっと窮屈ですね、入れるのね。あの大きい方だといかない、ね、入んないかもしれないね。でもなんかさ、テスラってなんかもう電気自動車メーカーじゃん、ガソリン車の歴史がないじゃん、はい、ないですね。だからもうこのスタートストップもないじゃん。ないですね、そもそもが。でもやっぱメルセデスとかポルシェね、タイカンはやっぱこういうスイッチをね、物理スイッチというか残しておくことで、急になんか電気自動車に乗らなきゃいけないってなった時も、ちょっと感覚としては本当はこれなくてもいいと思うんだけどね。そうですね、実際はテスラと一緒でも、うん、そういうところがなんかね、徐々に徐々に電気に移行していきましょうみたいな、うん、そうですね、そんな感じありますね、うん、まあでもまあスーッといけるからいいね、なんか本当もうスーッだね。ああ、いい、早いね、やっぱね。トルクですよね、トルクがやっぱあるはずなんで、うん、今、このパドルシフトでマイナス1回押しました、はい、で、アクセル踏んでアクセル離します。これ回生ブレーキも効いてるじゃん、はいはいはい、で、プラス押すじゃん、はい、そうすると D オートっていうふうに出るんだけど、はいはい、D オートの状態でアクセル今離すと、ほら、あ、回生ブレーキスーって、はい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 、でこの状態でもう一回プラス押すと D プラスって出るのよ、はいはいはい、でプラスって出るともうほんと、ね、スーですよ。ああ、もう全然、まあ、エンブレじゃないですけど、そうそうそう、があんまりこう効かない感じになる。そう、あ、電気だから電ブレなのかもしれないけど。へえ、なるほど。いや、まあそこで楽しむとかっていうわけではない。うん、ね、まあそうだね、山とか行って下り坂とかでエンブレ化したい時にパドル使うみたいな感覚なんですかね。ね、まあ、あとでもここでダイナミックってこの、ね、モードで切り替えられるので、ここでねスポーツコンフォートエコーみたいな、うん、そうそう、こういう機能があります、と。なるほど。でもこの辺はやっぱりもう GLB でも他のメルセデス乗ってる人でも、はい、これいきなり乗ってもやっぱ操作感が一緒だから分かりやすくていいね。そうですよね、確かに、うん、最近あの AR ナビって言って、はい、もうこのナビのモニターがもうここの映像が出てくるっていうのもあるんだよ。でこの映像がもうここに出てきて、矢印とかちゃんとここを接続してくださいとか。へえ、すごいでしょ。もうすごいですね、どんどんリアルになっていくっていう。
そういう最新の車が全然ファクトリーだと入ってこないんで。ね、そうだよね。そう、結構感動するものがいっぱいあるんですよね。そうだと思う。はい、おお、いい感じでしょ。ちょっとキュイーンっていうね。いますね、若干。うん、この音もね、いろいろよ。本当 BM の IX とかと、はい、もうちょっと、もーみたいな感じだし。もうこれもある程度自動運転みたいなのも入ってくるんですかね。あれは、それはね、ある程度は入ってないんで。あ、入ってないですね。通常の今まで一緒の電気キープとみたいな。まあ、あくまでも GLB がシンプルに電気になったっていう感じの感覚ですかね。そう。まあ、でもその自動運転に対してのアシスト機能はだいぶ楽だけどね、はい、ついてるから。距離どんくらい走るの？300キロ。ああ、満タン充電で、はい、どうだろう。今はマックス209って書いてあるけど、このレベルゲージで言ったら半分ぐらいのところだから。そうですよね。そう、倍ぐらいはいっちゃうのかしれないね。もうそんだけであれば遠出も怖くはないですね、うん、そうだね。乗車あとはまあ、ね、シートヒーターやエアコンやとか、ね、まあね、全部切れば、ね、うん、いけるかもしれないし。なんかすごい近未来的な感じだよ ね。やっぱ電気ってさ、やっぱなんかこの無音でさ、はい、トルクフルに走っていくからさ、はい、なんかスピード出てる感がちょっとなかったりもするんだよね。おお、気づいたらこんなスピードみたいな。気づいたらって、うん、ちょっとまだ慣れないと電気自動車の加速ちょっと怖いですけど ね。怖いし、おーってなるから、うん、でも僕は結構好きなんだけどね。あ、うん、新しい感覚ですよね、うん。あ、ここも一応ライトがついてるんだね、こういう。ああ、そうですね、アンビエントライト、いいね。うわ、ただくっついてるだけで、ここにね、シフトノブみたいですよ ね。うわ、ちょっと小さめね、小さい小物だよね。もう今は全部タイプ C なんですね。ね、こういうの。そうですよ。今 iPhone 買ったって普通にもうタイプ C しかないからね。あ、まあ、コンセントとかも本当なくなっちゃうよね。ま、あ、そうですよね。うん。ね、こっちのグローブックスは開けると、ああ、まあブックレット一式入る感じだね。まあそうですね。特に、あ、上にも収納ありますね。上もありますね。へえ。ここの上にもなんか物置けそうな感じ？置けそうですけど、コロコロって感じ。もうピアノブラックが傷だらけになっちゃう。あー、なるほど。でもなんか電気自動車で、はい、面白く走りを楽しくってなると、はい、やっぱ難しいのよ。音とかもさ、もう電気自動車みんな一緒じゃない、はいはい、だからテスラみたいにもうじゃあゲームをつけるとか、はいはいはいね、なんかそっちの方向性にそうですね、ちゃうのかなって気もするし、テスラのああいう遊び心はすごい好きです僕は、ね。まあ、アメ車らしい感じはあるかもしれないですね。アメ車結構そういうの好きなんで、うん、確かにね。だってダッチのあれもね、うん、アニメーションみたいな機能あったもんね。そうそうそう、あったりするんで。でもさっきダッチ乗ってたっていう過去形でしたけど、はい、今は乗ってないっていう。今はそうなんですよ、もう売っちゃいましたね。ああ、そうですか。そうなんです。いい値段で売れたんですか。買った時よりもちょっと高めに。すごいね、はい、よかったね、はい、このタイミングで。そうですね、やっぱリセールいいですね、チャレンジャー。賢く行きたいよね。あ、はい、チャレンジャーリセールいいんだ。はい、アメ車はリセールいいイメージなかったけど。そうです ね、 あれはこのタイミングっていうのもあった、ね。あ、そうですね、タイミング的なあれもあるんですけど。すごいよね、今だってさ、こうやって値段が上がったりしてるから、やっぱリセールはさ、気にせずに買えなくなってきちゃうよ ね、 なんかね。そうですね、はい、うん、やっぱなんか本当音楽とかがないと、うん、隣であんまりなんだろう、仲良くない人とか乗ったら、うん、ちょっと無音気まずいみたいな、そうだ、ね、感じになっちゃいそうなぐらい無音ですよね。ちょっと鳴らしちゃったと思う。あとあれですよね、前から思ってましたけど、こういう電気自動車になって無音なんで、うん、ロードノイズとかすごい気になるようになっちゃうんじゃないかなと。あ、タイヤも安いのとか入っちゃうと。そうだね、すごい目立っちゃう。それはあるね、はい、間違いない。まあ、その分足回りに何か故障があったりとかしたら、多分すごいすぐ気づきやすいかもしれないですけど、うん。回生ブレーキ効くなあ。これブレーキ踏んでない。踏んでないよ、ね、あ、すごいですね。うん、ちょっとキーンと音するね。しますね。あ、この音でも悪くないけど、うんうんうん、好きっちゃ好き。早いな。早いですね。だから運転楽だよ、すごく。はい、全然。だってこれ2トン
ですもんね。2000キロ、そう、2トン超えてるからね。超えててこの軽さですもんね。すごいよね電気って。乗り心地的にはガソリンとそんな変わらない。変わんないね、うん、あとやっぱメルセデスはボディ構成がいいから、はい、こういうね電気でも、まあ、ガソリンでもそうだけど、はい、やっぱ安心してられるよね。ああそうですね、安全が楽、本当に。確かに。なんか電気自動車を所有しているといろいろね減税もあったりするし。そうですよね、安く買うときにいろいろと関係も、ね、優遇されるから、うん、すごくいいなと思うんだけど。そうですね、ただいかんせんインフラがね、はいはいはい、ちゃんと整っていればいいんだけど、そうですね、ちょっとじゃあ遠出をしたときにとかっていうところでちょっと怖いときあったりするし、あと JAF 呼んだって電気自動車はできないでしょ。あまあそうです。でも結構僕あの JAF で働いてる友達とかいるんですけど、うん、電気自動車で困って、うん、あのまあ、バッタリ上がりじゃないですけど、そういうので行くことも結構増えてきたって。いや、やっぱそうなの、言ってました、ね、でも対応できるの。対応できるようにちゃんといろいろ勉強してらっしゃるらしいですよ、うん、JAF の方も。なるほど、はい、どっからでもやっぱ加速するよね電気自動車がね。そうですね、パワーバンドがないですよね、うん、電気自動車って、うん、ガソリンと比べたらその燃費的なものでは、うん、やっぱガソリンより全然維持が楽なんですか、電気代と燃料代って。そう、全然違うでしょ。全然違う、運転の差ですよ。 あとはもうあれでしょうね、どのくらいその今普通のガソリンだと10万キロぐらいで、うん、大体もうなんだ乗り換えというかもうだいぶ走ってる。そうね、なりますけど、それ電気になった時に10万キロがまだまだなのか、それとももう10万キロどころか5万キロぐらいで結構バッテリー変えなきゃいけないになるかっていう。そう、だってバッテリー問題うちもハイブリッドカーで結構あるでしょ。はい、あります。もう例えば10年落ちになってきてもうバッテリーが変えなきゃいけない。そうですそうです。数十万何しは数百万っていう、数百万いっちゃいますねバッテリーだと、ね、はい、そこがあれだよ ね、 そうですよね。だから通常の新車保証って3年間なんだけどバッテリーは5年保証だったり、はい、7年保証だったりもするんで、はい、でも言ってしまえば保証期間中に何かトラブルがあるっていうことは、うん、まあ限りなく少なかったりもするんで。そうですね、ね、半永久的に保証しますってなってくれればもうなんか見直すだよ ね、 そ、 ね、はい、そしたら電気にしたいってなりますよ ね、 ね。じゃあちょっとディストロニック使ってみようかな、はい、セットこれで OK です。で今ステアリングはほら勝手にこれ動いてます。これ触ってないとねピッ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 とかって触りなさいとか ありますよね。でこのくらいのカーブほら来た、はい、このカーブは、はい、60くらいのこの辺で、これ今ほとんど僕触ってないです、うん、左カーブ、はい、左カーブ来ました。でここでちょっと減速してと。このカーブでも補助してくれるんですか。してくれるね。でも途中で諦めるよいつも。これもいけるいけるいける、ほら行ってる、これ勝手に行ってるけどちょっと怖いよね。そうですね、ちょっとオーバー しがちにはなっちゃう、ね、富士山見えるでしょ。お、今日天気いいかな。ね、綺麗ですね。お、早いね。スーッと進んでいくよ。さあそしてここからはトンネルです。トンネルの中でねちょっと内装なんかもね、はい、トン、おお、明るい。いやこのピアノブラックのここに光ってるのが綺麗だね。そうですね、反射するから綺麗に見えますよねやっぱ、うん、うわーすごいねここ、ほらこの中も、いいね電気らしい、わエアコンの吹き出し口は青、うん、まあこういう風に、ね、変えられるんだろうね。そうですね、いいじゃない。どうこの内装は。いや結構僕好きですよこういう。あ好き、はい、あのS クラスとかよりも落ち着いてて、うん、S クラスも本当ギラギラなんですか、ね、このくらいだと、うん、ちょうどいいかな。静かに乗ってもあれですね、全然なんか突き上がこう段差とかで目立つとかって感じもそんなないですね、うん、音が。僕ねあのやっぱ思った今あの電気自動車で言ったら、はい、僕はですよ、はい、
BM よりもメルセデスの方が好き。ああそうなんですね、うん、どこが違うんですかね。なんだろうな、やっぱこういった演出とか、はい、やっぱ乗った感じの単純にもうフィーリングが、あ、相性がなんか自分に合う気がする。あの BMW の方が IX の方が、ね、あのこういうなんだろう、これはあくまでも GLB に、うん、が電気になったみたいな感じですけど、うん、BM はもう完全に全く別物みたいな感じのとこはありますよね。あるよね。という感じで、はい、ドライバーチェンジでいきましょう、はい、では初めてのメルセデスの電気自動車を体感していただきましょう、はい、何者は走り出しはハイブリッドとはあんま変わんない感じですよね。ああまあね、ハイブリッドの電気モードですよ、完全な、うんうんうん、ベンツってさ、なんか各パーツがさ、スイッチ一つとってもかっこいいんだよね。かっこいいですね、うん、確かにステーリングだってかっこいいし、質がなんかいいですよね、うん、すごい、そう、高級感があるんだよね。そのタコメーターがないのすごいなんか違和感、うん、スピードメーターもないわけじゃないですか、真ん中のデザインなんで、ね、左側がどういう仕事してるのかよく分かんない。まあもう燃費とかそればっかでは出てくるの、まあ、あとはここで調整できるけどね、あ、こっちは変えて、はいはい、あー確かに結構止まりますね。ね、回線が効いてるでしょ。これ今何もしないノーマルの状態ですもんね、うん、そう、こっちも変わりましたね、ちょっと、うーん、ブレーキ、アクセル、エコー、ボーナス、うーん、ボーナス入った？ボーナスまあ入りましたけど、あーよかった、ね、あー上がってた？上がってましたね。あーよ、よかったね、はい、はい、確かにボーナスタイムってあるんですかね、燃費が、燃費って言うのか、うん、なんかそういうことなんでしょうね、うん、エコだから。ちょっとルーフも開けちゃおうかな、これ。ああ、2つついてんだ、はい、パノラマじゃないか、ね、で、こっち側だけスライドするんだろうね、はい、これもね、ちょっと掃除しないとね。あ、最近これね、そうそう、これいいのよ、はいはいはい、これ巻き込み全然なくて、後ろの人もね、全然変えてこないよ。そうですよね、ブレーキ本当踏む必要ないですね。そうでしょ。これはパッドの交換とかもだいぶ伸びてくれそうです ね。そうだよね、消耗品が。今度さ、この上のセットっていうの一回押してごらん、これステーリング上に。そう、はい、あ、もう一回かな。あ、オッケーオッケー、あ、もう一回これでオッケーかな。で、アクセル離して今、はい、離してるんです、はい、はい、でもうちょっと加速、そうだね、あ、行き過ぎだね、もう一個したぐらい、そうだね、一応、はい、で、これでアシストも聞きながら、うんうん、ステーリングのアシストも聞いてる。あ、聞いてますね、聞いてるね、はいはい、はい、でしょ、はい、このくらいの道路だったらもうこのまま行けちゃいますよ。そうですね、確かに、うん、だから常にこれをオンにして走ってる方もいるし、うん、僕はなんかね、ステーリングがね、勝手にクッて動かれるのがね、ちょっと嫌なのたまに路上駐車してたりするじゃん、はい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 、その時にさ、ちょっと喧嘩するんだよね、言うこと聞いてくれないし、あとはコーン置いてたりする時もあるしさ、はいはいはい、そうですね、確かに急な何かでグッてやってくれるわけではないですもんね。そう、あくまでも自分がちょっとこう、うとうとしたりとかする時に、ちょっとずれてるよみたいな、そうだね、とかそういうアシストくれる、うん、してくれるみたいな。ウドウともし仮にしちゃったら電気自動車の中はステーリングから電気でも流れればいいね。そうですね、うわー、めっちゃ来たみたいな、あ、危ねえ危ねえみたいな。確かに、あのアメ車のキャデラックみたいに、うん、あのバック入れるとシートブーブーってなるじゃないですか、うん、あ、そうだっけ。あ、なるんですよ。すごい気持ち悪いんですけど、うん、あれとかしてくれたらめちゃくちゃ起きます、ね、確かにね、間違い起きない、起きにくいだろうね。そうですね。楽しい。笑った。まあもう本当、なんだろう。快適、快適を求めるなら間違いないなとは思いますけど、うん、
なんかドライブの楽しさっていうのはやっぱ欠けちゃうかなっていうのはありますよね、うん、車としての。そうなんですよ。だからドライブの楽しさを求める方はガソリン行きましょうっていうね。そうですね。快適性を求めるんだったら電気行きましょう、うんうん、ですね。確かに助手席に乗ってる分には多分電気の方が、まあそうかもね、うん、気にしてない全然。なんかそうですよね、ガソリンでもどっちでもいいですみたいな。はいはい。乗ってるとでもさ、電気のパワーも感じるしさ、ね、回生ブレーキの強さだったりもなんかね感じながら、ああこういう感じかみたいな。はいはい、なりますね。ちょっと軽く加速もやってみて。まあ今スポーツもしてあげるね。じゃあ、ありがとうございます。スポーツで、はい。おお、うんね、うん、なんかジェット飛行機みたいな加速するね。そうですね、確かに離陸前の、うん、これはもうずっと伸びていくんですかね。伸びていくね。あ、ちょっとどこまで伸びるかやってみて。それはまずいですね。まあでも、うん、何にも不満はないですよね。こんだけのトルクがあって、うん、高速。価格帯がその、まあ、GLB ですと一番低くて、うん、220とかなるんですかね。うんうんうん、そうだね。ですよね。じゃあそれとかよりも、うん、まあもう断然パワー、いや、なんなら43とかとパワー同じぐらいなんですかね、トルクとかぐらいはあるね。そうですよね。だそこ、そこの価格よりかは安いわけですか。なんでそれでこういうパワーが欲しいっていうのであれば、まあありなのかなっていう感じはするんですけど。すごい。本当助手席に乗ってるともう本当ブレーキかけてるような感じになるね。そうですよね、なりますよね。だからそんなブレーキばっかかけなくていいのにっていう、なんかこういう感じがあるからね。だからそういう時はプラスにしとけばって感じですよね。それではまとめのお時間がやってまいりました、はい、今回2022年式のメルセデスベンツ EQB350 ですけども、はい、100点満点です。今日お願いします。まあ、あまり電気自動車自体乗ったことはないっていうのはあるんですけど、うん、72点。おお、低めですね。はいはい、理由教えてください。そうですね、まあ、まあ、テスラ乗ったりだとか、あとまあそんな多くは乗ったことないですけど、タイカンだったりとかを、うん、まあと比べちゃうと、まあもちろん価格帯とか全然違うかもしれないですけど、うん、そのこの車両は完全に GLB を単純に電気化した感じ、うん、だからあの電気自動車ならではのちょっと最新なものだったりとか、うん、わ、ここ、こんな電気だからこんななってるんだっていうのがあんまり感じられない、うん、なんか本当エンジンルーム、うん、エンジン取って電気にしたよとりあえずっていうような印象は正直あります。あ、 なのでこの、まあ、加速だったりとか、まあ、どうしても、まあ、安いその燃費とかそういうのじゃなくて、うん、そうで安いっていうので電気を選ぶのであれば全然ありなんですけど、うん、なんか電気自動車らしい最新のものっていうのはあんま感じられなかったので、うん、そこがちょっと、うん、まあ、その電気が静かで、うん、このドライブの面白みが減る分、何かちょっと楽しさを加えて欲しかったかなっていう感じはあります、うん、はい、まあ、一つだけでもなんか遊び心をなんか持ってくるとか。そうです、そうです。なるほどね、はい、まあ、ちょっとあるかなって。そういうことですね、はい、わかりました。私はですね、点数としては88点ですかね。あ、はい、あの僕電気自動車の中でもやっぱりメルセデスの僕電気自動車は割と走りが好きです。はいはいはい、うん、なんか変な音もしないし、まあちょっとね、ちょっとキーンっていうね、うん、ちょっと超音波みたいな音はするんですけど、はい、なんか音的なことで言ったら僕はなんか一番しっくりくるかなみたいな。うん、だから体感は体感でまたモヨヨヨンっていう感じだし、はい、テスラはテスラでまた、まあ、無音っちゃ無音なんだけど、うん、なんかちょっとこのボディ剛性との立て付けでなんかちょっとキシキシミシミシ音をしたりするんだけど、はい、やっぱ剛性がいいがゆえにこのまあね、その電気自動車のならではの音っていうのも全然嫌にならない音だったんで、うん、ね、乗っててよかったかなと、はい、
まあ、ただね、言う通り確か電気自動車ってそこだけじゃんっていうところもあって、はい、なんかそのインパネだとかスイッチで電気自動車ならではでこういうのが追加されてますってなってたら、はい、ああなるほどな、なんか電気と比較して、うんうん、なんかちょっとじゃ電気も乗ってみようかなとかって思っちゃうんだけど、まあ、ただ確かにねそこだけ変えたっていう感じはあるっちゃあるんだけど、ね、まあそれはねこれからまたメルセデスさんに期待して、そうです ね, ね、なんか電気自動車だともうちょっとなんか遊び心が欲しいかなというところは、ね、はい、まあ、あったかなというふうに思います。ということで今回はね、2回に続けてですね、はい、イグロさんインプレッションさせていただきましたけど、はい、今後もねちょっとイグロさんの時はちょっと違った切り口で、そうですね、輸入車のあれこれをね、はい、ぶっちゃけでトークしていただければというふうに思います、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。